にちは、グッドテイスト TV のひろとです。今日はみんな大好きブロッシュポマードですねのレギュラーラインナップ4種類、どれを使ったらいいかわからないよという方にそれぞれの特徴をまとめて解説していきたいと思います。いつもみたいにこう1個ずつねちまちまレビューするんじゃなくてね、今回はまとめて一気に4つ解説していきたいと思います。こんな感じで全ラインナップレビューしたブランドはですね、わかりやすいまとめ動画的なのもねこれから出していきたいと思います。はい、ということでね、ブロッシュといえばもう今や日本におけるバーバースタイルの大定番的スタイリング剤ですけどね、このチャンネルご覧いただいている皆さんもね、まあ一度は使ったことあるんじゃないかなと思うんですけど、まだポマード使ったことない方でもね、とりあえずブロッシュポマード使ってもらえたら、今主流となっている水性ポマードってこういうことなんだってね分かってもらえるようなね、パッケージの見た目ですとか使用感、香りを楽しめると思います。はい、ということでね、まず公式によりますとブロッシュポマードはですね、フルメイドジャパンにこだわり新進気鋭のバーバーショップミスターブラザーズカットクラブ、レジェンドとして業界に君臨するバーバーショップアパッシュの両店がコラボレーションし作り上げたポマード、日本人の髪質でもしっかりと抑えられる強いホールド力を実現し、手に取って伸ばす際も煩わしさのない伸びの良さ、髪へ塗布した後もベタつかない、水性なのでシャンプーで簡単に洗い流せるという操作性の高さを兼ね備えた高品質ポマード、さらにパッケージについての説明を読んでみると、デザインを手掛けたのはミスターブラザーズのアートワークをほぼ手掛けるラムアートワークス氏、オールドアメリカンをコンセプトに唐草をリメイクしたデザインを取り入れ、日本の伝統的なエッセンスを加えたオリジナルデザイン、フクロウはトラディショナルタトゥーなどでもよく用いられるモチーフで、日本における意味合いとしては古くからフクロウの象徴、フクロウって苦労するの苦労の前にフがついてフクロウですね、知や財に関する縁起のいい生き物として知られるもの、アメリカンカルチャーを踏襲したスタイルと、このポマードを通して全ての人が幸せになる手伝いをしたいという作り手の思いを表現しました。髪質を整えるツールとしての機能だけでなく、自宅のワードローブを彩る男の持ち物としてのパッケージデザインを追求しましたということですね。そんな感じでですね、使用感もさることながらパッケージデザインも非常におしゃれでね、パッケージをコレクションする方もいらっしゃるくらいすごく男心をくすぐるようなデザインというのも特徴かなと思います。今回の動画はですね、どちらかというとブロッシュって何、ポマードって何って思ってる方がね参考になる動画かなと思いますが、ぜひ今ブロッシュ使ってる方もね、あ、そうそう、これこういう感じなんだよって共感しながら見ていただけたらなと思います。はい、ということで早速行ってみたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ先にお願いしますね。はい、一つ目こちらですね、オリジナルホールドですね。まあブロッシュポマードって言ったらこれですね、ブロッシュの大定番的なアイテムです。結構ねコラボモデルとかね別注モデルがいっぱい出てますけど、元はこれになりますね。これの使用感そのままにパッケージと香りが違うというものもね何種類かありますけどね、こちらの特徴としてはですね、まあほんと万能タイプでですね、メンズの髪型大体はこれでセットできるんじゃないかなと僕は思いますね。テクスチャーとしてはですね、やっぱり結構しっかりしてるんですけど、柔らかくはないんですけど、そして指で触るとちょっとこう粘り気があってね、ファイバーインな感じで、ただ扱いにくさっていうのはなく、手のひらでもねよく伸びていきます。均等に髪にもよく馴染んでいくんですけど、やっぱりこうクリームタイプのね、柔らかいクリームタイプのワックスとかに比べると馴染みは良くないかなと思うんで、もしこれつけにくい方いましたら、こういっぺんに前髪とかからガツってやるんじゃなくて、まあ慣れてる方だったらまあどっからどうつけてもいいと思うんですけど、僕個人的にはですね、鏡見てセルフセットするなら毛先から後ろからつけていくのが一番まんべんなく塗布できるんじゃないかなと思います。そしてスタイルとしてはですね、ポマードらしくこう櫛を通してピタッと押さえるセットはもちろん、ワックスみたいにこうちょっと立ち上げたりとかね、動きつけたりするようなセットもね、これ結構しやすいと思いますね。まあまあ万能です。そして時間経つとですね、パリッとちょっと表面が固まるような感じになるので、まあ、パリッと固まるといっても、まあ、ジェルみたいにあそこまでバキバキ固まるような感じではなく、ちょっとこう芯の方にしなやかさを残しつつ表面だけちょっと固まるみたいなね感じでしょうかね、になるので、まああんまりこうベタつき感もなくてですね、すごくね使いやすいです。そして香りはですね、まああのスパイシーでセクシーな香水の香りですとか、ラグジュアリーな香水の香りなんて言われてますけど、まあ本当その通りでですね、かなりこうね攻めた強い匂いがしますね。で髪につけてもね、やっぱりね強烈に匂いを発します。まあ、これつけたらもう香水はいらないくらいの感じのね、フレグランスとしての役割もあるポマードですね。こうねかなりこうね、まあ、爽やか系とかそういう感じではなく、男らしい感じの匂いがします。でもずっとこうやって嗅いでるとちょっとね癖になってくるようなね、そんなね中毒性のある匂いかなと僕は思いますね。まあ巷ではこれなんかブルガリのブラックに匂い似てますよって声なんかもね聞いたりするんですけど、確かにちょっとそっち系の香りかなと思いますね。はい、そしてもちろん
ろんこちらね、洗い落としも抜群になってますね。ここがワックスに比べてね、水性ポマードのいいところですよね。もうほんとシャンプーする前のシャワーのね、こうお湯で流すだけで全部サーッと流れてくるくらい洗い落としがいいので、まあ、意外とね、ポマードって使いにくいイメージ持たれてる方もいるかもですがね、すごくね、使いやすいんですよね。普段使いにはね、すごくいいんですよね。はい、そんな感じでね、大定番ブロッシュポマードね。ブロッシュどれ買ったらいいかわかんないよ。ポマードどれ買ったらいいかわかんないよって方はね、とりあえずこれ使ってもらえたらね、今主流の水性ポマードっていうのがね、どんなものかっていうのが分かってもらえるかと思います。はい、そして2つ目こちらですね、アンセンテッド無香料バージョンになりますね。こちらはですね、まあ今のブロッシュオリジナルホールドが使用感そのまま無香料になったっていうものなんですけど、ここにもアンセンテッド4ビジネス書いてありますけどね、無香料なんでもちろんビジネスシーンでも OK ですし、学校でもどこでも使えるっていうね、使い勝手抜群のやつですね。こちらはパッケージデザインもちょっと先ほどのオリジナルホールドに比べるとね、落ち着いたデザインになってますね。まあ、モチーフは同じなんですけど、パッケージ全体にサビ加工とか傷加工なんかも施されておらず、ブルー一色の綺麗なデザインで、ブロッシュのトレードマークのフクロウさんもね、羽を閉じて、ビジネスバッグみたいなものを持ってるんですね。使用感としてはですね、オリジナルホールド、まあそのままなんですけど、僕はちょっとこっちのね、無香料の方がテクスチャに粘り気が少ないような気も、まあちょっとしましたけど、まあでも髪につけたらね、ほとんど同じような使用感ですね。時間経つとちょっとこう乾いて髪の毛がパリッとしてくるっていうね、感じで、まあこの手のタイプの無香料のポマードってあんまりない、ほとんどもうブロッシュのこれだけなんじゃないかなってくらいないので、まあ、ほんとそういう意味ではね、貴重な無香料ポマードかなと思います。ぜひですね、ブロッシュポマード使ってみたいんだけど、ちょっと香りを冒険するのは怖いよという方はですね、こっちの方がいいかもしれないですね。また先ほどのブロッシュポマードとね、両方買って香り混ぜてちょっとこう弱くしたりとかね、そういうのもできると思いますし、まあまあ本当これはね、1個持っといて損はしないやつかなと思いますね。はい、僕もすごくね、重宝してるやつです。はい、続いてこちらですね、緑の缶のクレイポマードですね。これもね、僕好きなんですよね。使用感ね、ほんと好きなんですけど、こちらはですね、クレイポマードってことで、先ほどの2つと違ってテクスチャーがクリームタイプになるんですね。ただクリームタイプって言ってもそんな柔らかい感じではなく、結構しっかりしたテクスチャーで、指で取って手に広げる時もね、多少力を入れながら伸ばすような感じになるんですけど、ただテクスチャーのキメが細かく伸びも良くですね、使いにくいということはないんじゃないかなと思いますね。ただ髪につけるとこうクレイポマードの特徴なんですけど、こうちょっと髪の毛が白く染まるというかね、つけ始めはね、でそれをこう馴染ませるようにこうスタイリングしていくんですけど、ちょっとこうやっぱね、ごわつき感なんかもあってね、まあ、ワックスに慣れてる方がこれ使ったらちょっとこのハードさに最初は面を食らうかもしれないですけど、まあでもその代わりね、セット力はね、強力だと思います。こちら立ち上げるようなセットしたら1日キープできると思いますし、抑えるようなセットしてもね、かなりねバチッと決まると思います。ただこれでこうタイトなスタイルにするにはですね、まあ乾いた髪にこれベタッとつけて串通すとなると、さすがにちょっとこう引っかかって通らないと思うんで、その場合はですね、髪の毛濡れてる状態でその上からこれつけるとよく馴染むし、串も通っていきますしね。でドライヤーで乾かしながらスタイリングするっていう方がいいかもしれないですね、そういうタイトなスタイルの場合は。そしてツヤもですね、マットフィニッシュって書いてあるんですけど、まあすごいパサッとゴワッとなるような感じではなく、ちょっと鈍めにツヤが出ます。そんな感じで程よくツヤ残るので、なんかこうマット系のスタイリング剤使うとパサつき感、ゴワつき感で汚らしく見えてしまうのがね、気になるっていう方でも、こちらそんなことないのでね、すごくいいと思いますね。そしてこちらはですね、香りがフレッシュグリーンの香りということなんですけど、うん、まあ森林系の香りですね。こうバスクリーンってこういう香りあるかなっていうようなね、まあ、こちらはですね、なんかこうそんなに香水みたいな強烈な匂いではないですし、まあ、どちらかというと爽やか系の匂いかなと思うんで、一番最初に紹介した茶色缶のオリジナルホールドとかに比べるとね、使いやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、匂い自体もね、オリジナルホールドよりこれちょっと弱いですからね、まあ、ふわっと匂い出るような感じで、まあ、ビジネスシーンとかでもまあいけるかなどうかな、いける人といけない人がいるかなどうかなくらいの感じですね。はい、そして最後に洗い落としがですね、こちらね、あんまり良くないんですよね。まあ、ショートの方とかでこう毛先中心にパパーとつけたくらいだったら、まあ普通にシャンプーしっかりすれば落ちていくかなと思うんですけど、結構これをねベタっとつけるとね、やっぱね洗い落とすにはまあシャンプー1回2回くらいは必要かなっていう感じがします。ただセット力は強力です。仕上がり具合もね、ほんとこれ僕大好きですね。はい、続いて4つ目最後こちらですね、ファイバーポマードですね。これもね好きなんですよね。まあ全部好きって言ってるんですけどね、まあ本当に好きなんですけど、こちらもですね、テクスチャーがクリームタイプになるんですね。ただ先ほどの緑の缶のクレイポマードと違って、こっちはね本当にこう柔らかい質感のクリームになってます。もうほんとホイップクリームのような質感でね、指ですくう時ももうほんとふわふわって感じでね、すごく使いやすいんですよね。
でファイバーっていうとこうなんかいわゆる中のワックスとかみたいなね、こう指で触るとビヨンビヨンって伸びるようなね、質感イメージされる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらはそういう感じではないですね。あんまりこう粘り気みたいなものもないですし、まあ本当にこう、まあ、さっきも言いましたけどホイップクリームみたいな感じです。まあ本当これだけね柔らかく軽いんで髪への馴染みもいいですし、スタイリングはめちゃめちゃしやすいです。本当さっと手軽につけるならねこれが一番ですね。ただですね、やはりこの柔らかく軽い質感なのでセット力とかねホールド力っていうのはね、この4つの中でこれが一番弱くなってますね。まああんまりこちらねホールドしたりとかハードに立ち上げたりっていうようなねスタイルには向いてないかなと思うんですけど、まあ、こうふわっと自然に流したりとか、クロップの方がこうちょっと質感作ってこうやってねまとめたりとか、またパーマスタイルの方がねこうちょっとこうしっとり感出してまとめるみたいな時とかにもいいと思います。まああとは軟毛とか細毛、毛量少ない方がねスタイリングするにはいいと思いますね。こちらねすごく軽くてね馴染みもよくストレスないですからね、セットしててね。逆に剛毛さんとかがねピタッとタイトなセットするには向いてないですけど、まあ、これもこうなんかヘアクリーム的なねこうナチュラル仕様のスタイリング剤ではなく、まあ、ある程度しっかりセット力がちゃんとあるので、まあ、大体のスタイルはまあいけるんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあ、一般的なワックスがすごいふわふわテクスチャーで髪への馴染みが良くなったみたいなイメージでしょうかね。そしてこちら香りがですね、上品で清潔感のあるシトラスと重厚感あふれるウッディな香りということらしいんですけど、まあ、そんな感じでですね、まあ、スーッとしたシトラスっぽい香りと深みのあるいい感が混じってるような匂いで、個人的にはシェービングクリームだったりとかね、床屋さんバーバーショップをイメージするようなねそんな匂いかなとも思ったんですけど、まあ、これもですねそんなにこうなんか香水のような強烈な匂いではなく、どちらかというとこう清潔感あるようなね、大人の方でも使いやすいような匂いかなと僕は思いますね。まあ、香りの強さもこれそんなに強くないですからね、まあ、ふわっと出る程度です。まあ、仕事で使えるかなどうかな、使える人と使えない人がいるかなどうかなくらいの感じですね、これもね。はい、これもね本当僕もさっと髪の毛まとめて外に出たい時にはすごく重宝してるやつですね。はい、そんな感じでブロッシュポマードまとめいかがでしたでしょうか。ほんとパッケージのおしゃれ感もねさることながら、中身も本当に高品質でね使いやすいものばかりですが、今ほんと今バーバーブームだったりとかね、クラシカルなヘアスタイルが再流行してるなんて言われてますけど、ここ数年のね日本におけるそういったスタイルの火付け役といっても過言ではないくらいね、ほんとバーバースタイルのど真ん中にあるブランドだと思いますね。ぜひまだブロッシュポマード使ったことない方もねチェックしていただけたらなと思います。ちなみに僕は一番使ってるのはファイバーかな、グレーのファイバー。最近はね、皆さんはどれでしょうか。よかったらコメントなんか教えてくださいね。はい、こんな感じでこのチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。